はいどうも、KTC 放送局の、えー、健太店長でございます。こんばんは。えーとですね、あのー、まあ、今日はサクッと動画ね、短めでいきましょう。はい、えー、建築関係とかね、ガテン系、まあ、力仕事、えー、工場、倉庫、運送、建築、うん、まあ、そういう系のね、力仕事あに携わってる 人たちが、えー、僕のチャンネルの動画見てくれてる人多いですはい <laughs> 溶接だったりとかねまあその塗装だったりとか防水だったりとかいろいろ本当にそういうまガテン系の仕事ガテン系と世間で言われてる人たちが見てることが結構多いんですよ。ね僕もねずっとうーそういうとこにいた時の方が長いんで。 まあ、妙に親近感を湧く日も湧きますし、まあ、今僕はね、完全にただのね、本当に今、スタンダードなサラリーマンに、えー、なったわけなんですけども、まあ、その行き立つ関係はね、えーまあ、他の動画を見てくださいっていう感じなんですけど、まあ、今は本当にデスクワークで、ブデブデ太っていってるんですけど、まあ、とにかくガテン系の時代の方が長かったわけで、うん、でね、えー、っとこの前 GoPro を買ったちょっと練習がてら、まあ、川崎区、 産業道路をサイクリングした動画を撮って、で、その時の目的地が、えっと、あの、三池公園って、鶴見区にあるんですよ。鶴見区だったっけまあ、例えば鶴見周辺にね、三池公園っていうね、大きい公園があって、そこまで行ったんですよ。うん。で、結構いろいろ、あの、鶴見の方をわちゃわちゃ通り,通りながら行ったんで、途中寺尾とかね、あの、本当に、まあ、ローカルな話なんですけども、寺尾とかそっちの方を通ったんですね。ええー。 であの辺やっぱ坂すごいじゃないですか坂が。川崎って結構平坦なんで川崎区幸培区とかその辺って坂が全然ないんですね。えー、平坦なんですよ土地が。うん。本当に平坦なの。だから自転車の普及率が半端じゃないんですよ。よく引っ越してきた人とかがここ中国かいっていうぐらい本当にね、ここ中国かこれどこだここっていうぐらいね自転車がとにかく多い。まあ自転車のマナーも悪いんだけど自転車のとにかく量が多いんですよ。 平坦道が平坦なんで普及するんですね。みんな移動に自転車をよく使うんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、一家一台じゃなくて、本当に一人一台が当たり前の、えー、地域なんですね。僕の住んでる地域っていうのは。で、ええー、まあ、久しぶりに、その鶴見の方、最近全然行ってなかったんで、まあ、電車とかで通ることはあったけど、なかなか自転車で走ることってなかったんですよ。うん。ですっかり忘れてたんですけども、坂が多いですね、本当に。道は狭いし、坂が多いし、えー 本当にね疲れました、はい、でそこで思い出したんですよふと、うん、そういえばそうだったなってあのー、10代の時とかガキの頃にその運送屋でバイトしてる時にね、うん、結構運送屋でバイトしてる時期も長くて、まあ、その時ってほら俺派遣やったりとかねいろいろ単発の仕事が多かったんで工場やってね次は運送やってみたいな感じで,で今日は倉庫やってみたいな感じでロローってね組んでて、まあ、仲良させてもらってた運送屋さんがあったんでそこ結構 長いこと言ったかなあ別にフルで入ってたわけじゃないんだけどあ結構長いことい、ね、ある運送屋さんにいていろいろ配達、ね、して回ってたわけですよね。でその時に川崎の方とかね配達する分にはまあ大変なのって階段とかねマンションの階段エレベーターのない階段とか。 エレベーターのないマンションの階段とかね階段作業5階とかね6階に冷蔵庫洗濯機届けますとかね当時ね重たかったのドラム洗濯機とかがね出たばっかり当時で売れたんですよドラム洗濯機がドラム洗,が,ラム洗がまた重たくてねうんで冷蔵庫とかもねやっぱ大きいのとかあってうわーここへベーターねえよみたいなマンションとか本当嫌だったわけですようん <laughs> これ余,談余談なんですけどどうしてもね、あのー、階段で上が天井にぶつかっちゃうところがあったんですよ冷蔵庫でお客さんがどうやってやって無理っすわっつって「これ入んないっつっこれ」つって「マジっすかいやでも絶対入るはずなんです」っつって「いやいやこれ無理っつて全然入んないっすこれ」つって「もう見てください完全に上ぶつかっちゃってるでしょ」つってこれ。 か無理なんですよ、そら、いや、もう上じゃ、上、思いっきりへこませちゃってもいいんで、とにかく通してくださいってって、もう思いっきりガンガン、ガンガンやってね、天井がへこんだのか、冷蔵庫がへこんだのか分かんないけど、なんとか入れたけどね、うんあれ、どうやって出すのかなっていう、<laughs> どこあった、まあ、たあれ、滑りたみたいに、ボーンと押して出すんでしょうね。えー、まあ、当時、そんなむちゃくちゃなこともありましたけど、まあ、いろいろ運送やってたんですけど、川崎は平坦であったんですね、うん、とにかく。 来た時にね、あのー、横浜とかその鶴見だー寺尾だーとかねあっちの方を本当に配達する時ってマジでね大変だったことをねふと思い出しましたそのサイクリングの途中にそういえばそうだったなとだって台車が効かないんだもんあっちの坂地帯って本当に急斜面ばっかだからね平たのな土地だとね横持ちなんていうかほらあの何ていうのそういう <laughs>。 平坦なんえば平地はねよしじゃあトラックの辺止めらんねえからあそこに止めてあのここまではね普通に持ってこようときに台車で押してからから行けるんですよ階段まではね、うん、だけど坂が多い地域ってあのー、台車が転がってっちゃうから結局手持ちなんですよね車からもう、うん、ら大変だったなと思ってそう坂の途中から今度階段だったりとかもいっぱいあるしうん大変なんですよね 本当にでそうね一番神奈川で嫌な地域がね横須賀っすねうんあそこのは本当にもうまあ <coughs> これだこれ運送の話になっていたんだけど、まあ、坂がすごい階段もすごいっていう話でここはまあこの辺でちょっと区切るんですけどガテン系の仕事でちょっとこういうの大変だったなみたいなところをちょっと上げてみようかなとこれからねガテン系の世界に飛び込むぜって人も結構見てると思うんでこういうの大変だよこういうの大変だよでもこういうことが あって面白かっったよっていうのを伝えられたらえー、ね間口が広がるんじゃないかなと思ってうんというのもやっぱねあのー、マンパワー不足なんで今えば業界が本当にうんまあ若い力がやっぱどんどん入ってねえー、力をっていうかその余ったね持て余した体力をねえー、ガテンガテンにねぶつけてくれれば何でガテン系っていうんだろうねガテンっていうなんか雑誌があったんだっけ忘れちゃったけどうんとにかく肉体労働ね えー、そんな悪いもんじゃないよっていう、ただいろいろ大変なことあるよっていうちょっと動画にしたいと思いますっていうのがもう7分だよ。うん、サクッと10分撮るぞ。あと3分かよ。<laughs> 前置き7分、本題3分でどんな動画なんそれっていう頭でね、バランス悪いな。やっぱ15分、20分撮ろうか。はい。で、えー、何が大変だったかなっていうとね、うん、まず運送。俺多分一通りやったんで一応。運送屋はね、まずね、 時間との戦いですね。うん、これね多分みんなってかデスクワーカーデスクワーカーズか、うん、デスクワーク系とかサービス業とかあのまあそっちにずっと従事してきてまあ運送経験ゼロですっていう人は多分本当に感覚が湧きづらい話だと思うんですけどもうねとにかくね時間に追われてる、うん、本当にね1分1秒が重要なんであのー だろうもう本当とに、ま、最近のはちょっとほらねやっぱり業界も優しかったというか働き方自体がもう日本変わってるんでねもうすぐ何かあったらパワハラとかセクハラって言われちゃう時代だからもうね何だろう昔見たくはないんだけど昔はもう殴るけど当たり前でしたからね、えー、今も多分ね力仕事系そういうとこがあるとこってあると思うんですけど昔はねもう何やってんだこれやろうってね蹴飛ばされたりあたぶん殴られたり当たり前だったんですよ本当にうんそうだなんだっていうのは。 ああ、ちょっとね、あの、例えば、ね、持ってる土地とかに、なんかあの作業の途中に歩いたりとかすると、でも何歩いてんだ、ここにやろうってね,ね、え、ケライラータではね、え、なんかもういろいろそういう時代だったんで、うん、今よりかさらに多分急いでだと思う、時間にも追われてた。うん。で、やっぱり、 1>, 1個の人が遅れちゃうと次の人お客さんが遅れちゃうね次のお客さん遅れるとその次の人のお客さんも遅れちゃうっていうね、えー、負の連鎖がどんどん始まってって大体いい運送業界ってあのなんか何便1便2便とかそういうのがあるんですよ要は午前中の便と午後の分ねあの1便2便合わせて何つうの1日の労働うん労働時間っていうかシフトが組まれてるとかそういうところが多くて。 まあ午前中の要は1便が遅れりゃ2便が遅れるわけですよ。うん。要は午前中遅れると飯食う時間、なんかそんな悠長に取ってる場合じゃない。2便も遅れちゃうから。うん。なんで、あのー、もう午前が遅れたらもう飯はないですよね。うん。基本的には。で、飯も基本的に遅れてなくても、もうやっぱね、すぐ食えるものをね、食べないといけない。うん。なんでやっぱね、やっぱ愛妻弁当とか持ってきてる人が少なかったですね。うん。食べれるかわからないから。うん。 もったいなくしちゃう、ね、食べれなくてもったいなくしちゃう場合が結構あるんでご飯食べれない時とかもあるから今日は弁当持ってきてなかったみんな、うん、まあ配送とかの合間に、まあ、コンビニ行ったりとかあとは、まあ、麺類、うん固めでねもちろん麺固めで、うん、頼んだりとかね、うん、なそのはご飯とか食事とかそういうののスピーディーさもやっぱ求められてて。 当時僕腹が弱くてね、お腹弱くて最悪でしたよ。もうトイレ行ってる暇なんかないんですよ。トイレ行かしてくださいなんていう正直言える雰囲気じゃなくて。まずそもそもやっぱ体育会系の乗りだったんで、運送なんて。今はどうか知らないよ。またパワハラだなんだってうるさいからね、今はね。あのー、もう、自分の、その、まあ俺はもちろん運転してなくて助手席の方だったから、まだ若かったんでね。あの、運転手の人がやっぱ偉いわけですよ。 ドライバーさんの方がねでその人がなんか例えば水分取らないんだったらやっぱあのー、ペーペーの俺が飲むわけにもいかないわけでその人がトイレ行かないんだったら俺もトイレなんか行くようなねもう何て言うの先輩がや飲んでないのにお前ら何で飲んでんだっていうそういうのあるじゃないですか <laughs> 先輩がトイレ行ってるのになんでお前トイレ行ってんだっていうようなそういう雰囲気だったんでまああれですよほんと。本当 きつかった <laughs> 精神的にそういうのは。うん、で急にね、あのー、やったこともない作業急に、お前急いでるから、もうお前、おーあれや,れやっとけ、あれやっとけみたいな、作ったこともないもん、作ったえと、ー、俺そんな作ったことねえんやみたいな感じでね、えー、お客さんの家具ぶっ壊したりとかね、えー、ありましたね。で、人手が足んな、ね、いからつっお前なんか誰かバイト連れてこいっつって、友達かなんかお前周りいいんだろって、連れてこいよっ,つって。で、地元のやつ連れてく,れてくじゃないですか。うん あまあ、金いいから大学来いよってさで行くじゃないですかで当時さズボンを腰で履くのが早さん腰パンっていうの今で言う昔は下げパンって言ってたんですけどうんやったらね、あのー、俺じゃなくてさその俺が連れてったやつがやるだけで俺が引っ張ったからね何なって言うんだお前が仕切ってんだろうってお前がしっかりやらせんかこらってねんで俺が追いわらなきゃいけないんだってお前が連れてきたんだよって連れてこいって言うから連れてきたんだろうがってそういう感じの世界でしたからね <laughs> 本当にうん まあ何せ時間にはね、急いでますよ。うん。それが運送屋でしたね。うん。飯もろくに取れない。トイレもろくに行けないっていうね。えー、そんな時代でした。僕の前はもっと広かったからね。えー、まあ、そんな時代。今はそんなブラックじゃないと思いますよ。働きやすくなったんじゃないですかね。今はもう会社自体が国からそういう風に言われちゃうんでね。えー、上が罰せられちゃうんで、訴えられちゃうと。うん。なんで今昔よ変買ったんじゃないですか。最近は知らないですけど、僕も。 うん、まあそんな感じでした、運、う、送、ん、は。ただね、まあ、あのー、体力もつくし、いいですよ。うん。すがすがしい、うん。あとはまあ、そのじ時間に追われてる、なんか生活っていうか仕事になれるとね、えー、普通の仕事してるとね、なんかすんげースローに感じるっていう、それ、それぐらいかな、いい,い,いことは。は <laughs> <laughs>。うん。はい。やっぱイケメンのね、あのー、配送員っていうか、そういう人はね、 あのー、配送先でやっぱ誘惑されてる人とかに結構いましたよ。実際に、あの、エロ本とかの、エロビデオの展開じゃないですけども、えー、ありましたね、そういうのはね。うん。あと、おじいちゃん、おばあちゃん、人が行くとかね、知らないおじいちゃん、おばあちゃん、行くとね、あのー、なんか、 すごい妙に手作り感のある佃煮食わされたりとかね「いやこれ何の佃煮だよこれ」みたいな「何の佃煮だよこれ」みたいなゴキブリの佃煮見てなの入ってんじゃねえかみたいなの食わされたりとかね断りづらすぎて「いやじゃじゃじゃいただきます」みたいな断ってもねいいから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 のいいから行為ねいいからいいからってそのうちのいいからいいからじゃなくてほ本当にいいから本当にいいからって言うんだけど「いやいいからいいから」みたいな「いいから」の応酬ですよ 食わんわけにいかんで食っちゃったよねしますけど。まああの本当にね、配送員、イケメン配送員とかね、なんか気に入られた配送員はね、あのー、ありますね、そういうのね、本当に。誘惑されたりとか、うん。これは本当にあります。はい。えー、ちょっと長引いた話がうんその話ですいません。うん、まあそういう感じでした。時間に追われてます。はい。で、工場。 倉庫そういういい感じのあ,あいうところはですね、えー、大変なことは、まあ、流れ作業とかがやっぱりね、あのー、僕はに結構苦手だったりするんで最初のうちは楽しいんですよねどうしたらもっと早くできるかなこの仕事みたいなねこの仕事どうしたら早くできるかなって単純な作業やってるうちにすんげえ早くなってきて楽しくなってくるんだけどなんかね単純作業ゆえにね、あのー、余計なことを考えちゃう時間があるんですよ。 自分でこういろいろ考えてやんないとっていう時って仕事してる時って仕事に集中できるんで余計なこと考えるんで済むんですけど単純作業僕やってるとどうしてもねついねいろんなこと考えちゃうんですよね俺の将来どうなんだろうなとかねああなんかいろんなこと考えちゃうんですよそれがすごいね僕は嫌でしたなんかうんまあ一派遣だったからね工場走行ってても本当に末端のねえ誰でもできるような仕事しかやってなかったからってのもあるんだけども あとね、あのー、工場はやっぱりね、危ない。うん。結構、怪我が多いですね。まあもちろん、そのカッターで手切っちゃったとか、そういうほんと軽い怪我から、まあフォークに足引きつぶされたとか、まあ安全靴履いてないほうが悪いんだけど、うん、普通に派遣さんとか普通のスニーカーでやってる人はやっぱね、いっぱいいますから、まあフォークに足引きつぶされたとか、ね、フォークなんかかかとぶっかってみなかかとっていうかかかかとの上、普通にもう切れちゃうからね、剣が。うん。 あのー、フォークのアームだってすごいから痛いから痛いっていうかもうほんと切れちゃうからねうんでベルトコンベヤーとかね指挟まれて指取れちゃったとか女の子どもいましたしいっぱいいますよそういう怪我は危ないんですよ結構、うん、荷物の下敷きになっちゃったとかね見ましたよあ救急車が走行のね物流のあそこなんていうのそういうバース車,車の方まで上がってきてなんだんだって見たらねもうぐったりしたね、えー、人どうしたうって言ったら荷物倒れて荷物に人を押しぶされたって言って。 ととも動いてななかかっったたら死んだんだちゃうかなと思ったけど、うん、そういう,うーんやっぱ危ないことはやっぱ力仕事には付き物なんでねまあ安全をやっぱ気抜いちゃいけないかなっていうかそのよく工場とか倉庫を勤めた人は分かると思うんですけどやたら安全のこと言うじゃないですか耳が本当にね耳にタコができるぐらい安全なこと言うじゃないですかね 安全、安全、大事、安全、大事っ,ってね。なに、うるせえな、こんな、どこが降ってくんねん、こんな荷物がって。こんなヘルメットがいらんやろ、この草厚い夏にと思うんだけど、大事ね。あれ、ヘルメットしたら助かったとかいっぱいあると思うよ、多分。うん。やっぱ、自家ン系はね、何やってもね、やっぱ、怪我はつきものですね。 うん、配送もそうですよ。冷蔵庫をね、こうやって階段持っててね、下が,上下が崩れてね、上のやつが、あーってね、そのままね、下のやつが冷蔵庫ごと押しつぶされてね、あの階段下ってっちゃったとかね。うん、まあ、もうすぐ骨折ですよ、そうしたら。うん、全然本当になんかった。荷物倒してね、えー、自分の手を折っちゃったとかね、うんで。プラス怖いのがお客さんの荷物ぶっ壊しちゃったとかね、うん。あのー、まだね、買いが利く荷物だったらいいんだけど、 あのお母さんとかお父さんからだいたい受け継がれてた冷蔵庫とかね、炭 <laughs> 素とかね、うん、そういうの壊しちゃったという事件ってね、どうしてもやっぱね、1年に1回くらいあるんですよ。なんでそれ倒したとかね、なんでそれ壊したってやつ、壊したやついるんですよ。うん、だからそれが怖いですね。うん。怪我も怖いけど、それもすごい怖い。もう,もうね、鬼のように起こるからね、それはそうなんだけどね。 そういうのを預かってる立場だからしょうがないんですけど鬼のように怒るからね怖いようんでその後鬼のように上司に怒られるんだからまあなんか集中力が必要ですねっていう安全にその作業するっていう、うん、その心がけも大事だしね、えー、緊張感も大事ですよねああいう力仕事の場とかって本当に独特のピリつく風雰囲気とか空気あるからうんおっきいねあのー、会社のとかの搬入とかやるとね他の他社とかもいっぱいいてさ ベータボーイとか言って、ベータ専門のやつとかもいっぱいたりとかして、その中で会話とかしたりするんだけど、やっぱしっかりやってるとこはね、やっぱしっかりピりついてる区空気で、やっぱりしっかりやってるよ。だらだらやってるとこはだらだらやってるけど、そうね。うんまあ、工場とか倉庫は本当に怪我とか気をつけて、まあ、あ,あとは、あのー、なんか、あの閉鎖的空間が僕は苦手です。なんか、うん。なんか、なんか苦手なんですよね。嫌いじゃないんですけど、仕事自体はそういうとこって。 あの工場の雰囲気とか。で、なんかの閉鎖的空間が、なんかね、なんか、なんだろうね、なんか塞ぎ込んじゃうんですよね、僕。うん。はい。で、建築、はい、建築関係ね、えー、職人さんとかね、いろいろ、その電気屋さんとかね、まあいろいろ、何かを作るもの、お家とかそういうのをね、建造物を建てるものにかか携わる、えー、仕事はですね、えー、まあ、怪我が、これも、 今の1個前とかぶっちゃうんですけど怪我が怖いですね危ないうん年間何人死んでんだっけ建築関係でね俺なんかのその安全系の講習とか研修とか結構あるんで参加した時に聞いたんだけど確か1日1人2人亡くなってます建築関係本当に今は知らんけど俺が出た時はそんな感じのデータでしたまあ落下事故が圧倒的に多いですね落下事故うんあとはやっぱ切っちゃったりだね あのね、ちっちゃいグラインダーってあの、サンダーっていうのはミニノコあるんでしょ、ミニノコ。電動のウィーンってやつ。あれ、怖いよー。俺、一回さ、あの、塩ビ管うん、昔だけど、塩ビ管をね、あのー、加工したんですよ。で、やっちゃいけないんだけど、そういうふうに、もう、もう慣れちゃってたから、当時、ここ、この位置で削っんたの、ここに、うん。これ、塩ビ管があるとして、もうね、 こう <laughs>、しかも別に多分。それ仕事で使う。なんか微妙なものを自分で勝手に加工して、俺がなんかあの作ってた。仕事に関係ない。もうおわすみたいな感じで作ったんですよ。こういうやつを本当はね。自分の歯に自分に顔なんていうの自分の方向に歯が飛んでこない方向でやんなきゃいけないであれってウィーンガガ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 ガグイーンって跳ねるから。ウィうん、うん、跳ねたりとかあの歯がね。弾かれる時るんですよ。そん時に。 ファンって外でバチッて当たっちゃうともうここガガガって削っちゃうからあの回転の奥入りでで <laughs> やばい充電器だからねやっちゃいけないんだけどこの辺でね俺一回削ったんですよぐらいところでガーって見えねえからっつってああそうやって回転したねういいねーってやつだねブインって跳ねたんですよ本当に顔面ギリギリここギリギリ あれは怖かったよ、うん、顔面のこぎりの系ですよね、自分で。セルフのこぎりですよ、どこかって、本当に、ね。セルフメディケーションですよ。えー、だから本当に人一歩間違えると、老けがですし、あのー、本当にね、チェーンソーとかがね、はねてね、自分の足、もう、バスってね、完全に行っちゃったとかね、人もいますし、怖いですよ、本当に、あのー、刃物系は。うん、あと、感電とかも怖いですしね、電気いじる人は。うん 本当に電気怖いからね。う <laughs> ん。あのー、死んじゃいますから、電気も。うん、やっぱあとは、ね、あんか打うっていう時あってね、ハンマーで手たたきが手で粉、ね、砕降雪しちゃうし、あのー、なんか切る系のね、あのやつあって、間違って手切っちゃったらね、あのと言っちゃうし、またやっぱ怖いのは落下ですよね。安全帯つけないで あの高いところ高所作業をしたりとかねして落っこっちゃったりとかねつけ言ってもねやっぱ安全帯つけてない人いっぱい <laughs> 実際最近は知らないけどで保険打っときますけどあ,あとねあの足場崩してる人とかがね上からね足場で投げてくるやついいんだよね足場のあのジョイントブーとかのねちゃんと本当は渡していかなきゃいけないんだけど落っこたすやつがいいんだよあの面倒くせえからって下にぶん投げるやつあれほんと危ないねうんあ,あれほんと危ねえ 本当に上から何が降ってくるかわかんないから、建築の、あの、建築現場って。だからヘルメットはね、必須。うん。って言いつつね、ええー、やっぱし,しないんですよね、みんなね。だって、夏場本当に暑いからね、ヘルメット。うん。俺はもう常にあのそこに、ここにあのタオル。ここがすごい、俺あそこができちゃうんで、ヘルメット買わってると。あの、ホームセンターで買ったあのタオルっていうかなんか、ここに貼るやつがあったけど、それつけてましたね。うん。あとは天やっぱね、まあ、 整備士とかそういう人たちはオイルが手、ね、ずっと手はオイルまみれで爪の中はね、黒くなっちゃったしとかね、僕ら建築関係、俺は土とかもね、その辺もいじる時があったから、あ毎日もう爪の間に土が入っちゃってね、爪の間が黒くなっちゃって、落ちないんですよ、なかなか。爪の間入っちゃうと。それが嫌でしたね。仕事の後、そのままね、シャワーだけちょっと浴びて飲みに行くみたいな時とか、もう落ちなくて爪の中はどうしても。あそれがすごい嫌だ。食い込んじゃったりとかするとさ、なかなか落ちなくて。 嫌だったね仕事終わりで遊び行くとかなかなかね、うん、まあ途中からどうでもよくなったら遊び行ってたけど、うん、それい嫌だったねあと時間が読めない全然終わる時間が読めないって時もやっぱ嫌でしたね遊ぶ約束したけど現場が長引いちゃってさとか、うん、トラブルんだよ建築現場ってねもうねほんとほぼ毎回トラブルがあるトラブルっていうかイレギュラーが発生する うん、そのイレギュラーもまた楽しいっちゃ楽しいんだけどね。何か、こんなことあったぜ、みたいな楽しいんだけど、まあ、イレギュラーが多い、本当に、うに、ん。なんでこんなにイレギュラーが多いんだろうねって思うからイレギュラー多いんですよね。うん、まあ、でもね、なんだろう、帰りのその現場の車の中でね、サービスエリアに寄って食ったアイスとかね、なんか妙にうまいんですよね。うん、なんだろう、妙にうまいんですよ。 うん、だから体すげえやっぱ動かしていくからあの、昼休憩とかで食うね、飯がね、妙にうまいんですよ、うん。すがすがしいしね、朝は早いし、夕まあ、夜はどちらかというとね、あのーまあ、早めに寝れるから、今でクワークくやってるよけど、全然比べると変えるのは早い。朝が早いから、その代わり。その代わり朝は早い。うん、でも、なんかやっぱ面白いですね、いろいろそういうのを経験すると、あのー なんか妙に食い物うまかったね、えー、仕事の合間に食ってるもんはうまかったね帰りの車で食うスナック菓子が最高だったもんね <laughs> おピザポテトマジうめえなってねピザポテトこってほんとブリンブリンだぜっていう、えー、ブリンブリンっていうかブリブリだよ、うん、ピザポテト最高だよほんとにスナック菓子うまかったねあの塩気がうまいのかねうん <laughs>、はい いいところっって今言ったこの飯がうまいぐらいしか言ってねえななんか他に言わないとまずいかな力がつく体力がつくうんねうつ病とかにも効果的かな体を動かしてすがすがしいからぐらいかね <laughs> ぐらいかねうんああね、うん、まあそんな感じで力仕事の業界も あ男らしくなれるみたいな。どう男らしさを求めてる方、ぜひちょっと入ってみませんかっていう。うん、まあ、あの、サラリーマンとかデスクワークよりか清々しい世界ですよ。うん、なんか、あの、陰湿ないびりとかもね、あんまりないし。うん、あの、陰湿にいびり、いびうをもんならね、あの喧嘩がに発展するんでね、そういうあんまり陰湿ないびりがない。うん、だから雰囲気悪いとこだと怒号が飛び交ってる現場は多いけどね。うん デスクワークとかサラリーマンとかもやってるみたいにあの、なんかすごい、はい、すいません、はい、すいません、はい、すいません、お前はこうでこうで、ほんと、本当,本当お前はこうだな、とか、弟がこうだな、とかね、えー、あ、すいません、すいません、みたいなね、すいません、みたいな感じの、あ、あのー、なんかねちっこい感じ、ねちっこい嫌な感じはあんまりない。すがすがしさは全然力仕事の方がある。うーん、ですね。うん、ただ、女がいねえっていう。うん、<laughs> そこは致命的だな。うーん それぐらいですか、ね、はい。あとは飲み会が男,男臭いっていうね。でもあの、なんかそのガテン系の乗り入れの飲み会は楽しいですよ、うん。男だけの飲み会ですけど、そういうお店もやっぱ行くぐらいですからね、うん。楽しいですよね。は,い、はい。というわけで、まあ、長くなっちゃうんで、まあとにかくそういう清々しい世界ではありますっていうね。うんで、ね、えー、和行動よ来たれっていうね。えー、アンクルサムですよ。 たらやめますね。はい。まあサラリーマンはサラリーマンで楽しいけどまあやっぱ一長一短ねいろいろ仕事にはその仕事のなりの良さと悪さがあると思いますねでも経験値になると思うんで是非興味のある方はやってみてくださいはいじゃああのー、恒例の「さよなら」の挨拶でじゃんけんポン私はチョキを出しました。 人差し指はフランス中指はブラジル。<laughs>